こんんにちは吉さんまあうまい話に乗らずに上手い話ができるようになるこれはなかなかいい言葉ですねだってやっぱりねうまい話には気をつけろって言いますけどもじゃあお前は上手い話ができるのかよっていうところですよねまあこれがまさに付加価値の付け方じゃないかなと思うんですよでちょっとちなみにですけども昨日はライブ放送ね久しぶりにちょびっとですけどもほんと5分ぐらいですけどもコメントを荒らさせていただきましてほんとありがとうございました、えー、昨日お話したんですけどもその まあ吉谷さんはね酔っ払っててわかんなかったかもしれませんけどもあの歯医者に行ったんですよ。そうするとですね、そこの受付のまあナースみたいな方がですね、ナースなんでしょうね、何と言っていいのか分かりませんけども、そこの係員の方が、あれ、隠居さんですかみたいな感じでね、YouTube で私のこと見てたらしいですね。まあそれが、多分ね、同じ地区に住んでる人を何らかの形で検索したのか、 なんかそのいろいろ動画を見ているときに私の動画がポンと出てきてなんだこれやと思ってクリックしたのかだと思うんですよね、まあ、もしくは私の場合は地域の動画も撮ってるんで結構オープンとか閉店とかっていうやつをねそれに関連付けてきたのかもしれませんまあそれをこれからも聞いてみようかと思うんですけども、まあ、この方はね曽我塾に入塾いただきましてあの昨日ライブ放送のさなかにねですんで、えー、吉田さんのライブ放送はすぐに撤退したって形になるんですけどもまあなていうんですんかね リアルな関係からネットにっていうんですかネットからリアルにもありましたけども私の場合はまあ両方起きるなと、うん、かつて吉谷さんが R34 でねなんかミスった時にレッカーの人がねあ,あれなんかアイコスの人ですかみたいな感じですよねまた思い出すのは吉谷さんとあのー、広島ヒルズの近くを歩いていた時に、まあ、私のね受講生さんがあ久保さんみたいな感じでね向こうの方から声をかけてくださったと確かに広島市 中心部っていうのは私の熟成さん最も多いところですからあの私の熟成がね、うん、歩きがてらすれ違うみたいなことが結構あったりとかするもんですし当時私店も持ってましたんでねあのお店に麻雀店に熟成さんが来店するケースもあったりとかしてなんか懐かしいなと思いますねはいそれでね暗号通貨仮想通貨の話なんですけどもこれはね私例えるとねあのまあ物騒な話ですけども その地雷がが埋まってるるところがあるんですよ地雷に触れたらバーンって爆発してもう命を失う危険もありますよねその地雷源をかき分けて向こう側の100万円を取りに行くレースに参加しますかみたいなことだと思うんですよで最初はそれをねんかその例えば田んぼだなら田んぼの向こうに100万円があるよと取りに行こうぜみたいな感じで誘われてでえー、まあビットコインに関しましては儲けた人がいるとそしたら向こう岸に。 ビットコインで儲けた人が100万円を「おい儲かったぞ」やっぱりこれからは暗号通貨の時代だよってうからね手を振ってるわけですよ。でまあ ICO っていう世代が来た時に「おおなんか儲かるらしいぞ」ってみんな言ってでボンボンボン爆発しちゃってね事故っちゃったみたいな感じかなと思うんですよ。その中で私はたまたままあ手が長かったんであんまり深入りせずにポンと掴むことができたってところがあってその体験を。 お話できたかなとでも私はその周りに見るとねいろいろその地雷が埋まってるってことに気づいたりとかやばい地域だともうこれは行かない方がいいぞってことが金を掴んでいながら分かったんでそっちの方でね逆張りの付加価値を与えることができたのかなだから暗号通貨はう寄のがいいよとまあたまたまうまくいった私から言いますけどもこれは難しいよやめとけやめとけっていうふうな発信をしたんですよね、まあ、でもマーケットっていうのは 儲けた人も儲けてない人もわあすごい通貨革命の時代だとか言って湧き立っちゃってるわけですよですので私の声はね非常に届きにくかったかなと思いますし実際に蓋を開けてみたらねうまくいかない人が続出してで仮に大金を掴んだ人でもその大金の使い方をミスってね例えば重火算税とかかけられたりとかその、まあ、国税が入ったりとかねで暗号通貨他の調子に乗ってあの 追随会したらそっちの方で大ダメージ食らっちゃったりとか。結局、あの、送り人が送れ人になっちゃって、もう元の迎えみたいになって、ね、今、あの、バイト探してますみたいな例とか多いと思うんですよ。で、暗号通貨の世界で知り合った人が、速下塾っていうふうに気がついて私のところに来てくれた例もありますからね。暗号通貨で資産を失っちゃったんですけども、まあ、久保さんは、あの、うまいことやりましたね、みたいな感じで。勉強させてもらいます、みたいなね。だからね、やっぱね、 私はねこうおしなべてみると暗号通貨は手を出さない方が多くの人は正解だったと思うんですよ結局儲けるつもりで資産を失ってるわけですからねこういうふうに何かに手を伸ばすとお金はつかめるかもしれないけどもダメージを受けるリスクっていうのも同等かそれ以上あるわけなんですよだから何もしないっていうのが実は資産を守る方法っていうことも言えるんですよねこれはね前回夜つばさんもそんなことをね動画で最近の23日の 更新のの動画の中でで言ってたんですけどねやらないことが損失を出さずに損失を出さないってことは結局資産を守ることだと結局儲かっても最終的に詐欺られたりとか失敗して見せられたりとかそうしたら全く意味がないんだよとだから200万円を失わなかったってことはその資産を守ったってことは200万円稼いだのと同じでしょみたいなこと言っててそれはね私も痛感するんですよねせっかく暗号通貨で当てた数少ない人でも なんか今それを失ってるる人がいるわけですよ調子に乗ってねうんだから暗号通貨ではここまで利益を上げれば十分だっていうふうなマイルールを作ってそこでもう EXIT 終わっておけばよかったんですよねで終わってわずかであっても利益確定したその資金をもとにまた別のビジネスに展開していくとかでビジネスの大前提はお金がかからないビジネスをやることなんですよね暗号通貨は元金がいるんですよ FX は元金がいるんですよ だからビジネスで稼げるようになった次のフェーズだと私は思います本当に。これ吉谷さんと多分同意見だと思いますよね。あのコンテンツ販売っていうのは元金がゼロなんですよ。そのコンテンツを作る時間だけが唯一自分の提出する資本なんですけどもそれがね無駄になりにくいんですよね。前回セミナーの話もしましたけどまさにセミナーなんて誰も来なくったって一人で踊っていたってそれはそれで一回のセミナー分のコンテンツができるわけですよね。 そうやって、あらゆるものが二重三重に使い倒せるのが、このコンテンツビジネスの真髄だと思いますんでね。しましかもこれホームページもいらないっていうのをなんか気がつきました、私は。今は気がつくなって話ですけども。だって、有名な YouTuber さんってホームページ持ってないんじゃないですかね。っていうか、ホームページがあるかないかなんて誰も気にしないですよね。でもオンラインサロンコミュニティとかで設けてる。そこに、あの、サインインするわけでしょ。うん、そう考えたら、あの、昔はね、 ホームページありき、ブログありきのビジネスモデルだったものが、今は、そういうものがなくったって、稼げる方法があるよ、みたいなことじゃないですか。で、私、あの、FX のオリガルヒの初級編、中級編っていうのも、実はオリガルヒが始まる前にリリースしてるんですよ。初級編は2年前。で、中級編は昨年出してるんですけども、これ、メールマガジン形式で動画を貼り付けるって形なんで、ホームページないんですよね。うん。だからそう考えたら、別にこれがないとできませんよっていう風な、 もものでもなくて何をするかによって必要なものとその時期が変わってくるってことなのかなと思いましたはい以上でございますこれもまああのネットビジネスの情報があふれる中で付加価値のあるまあお話の一つなんじゃないかなという気がしますけどねはい一緒にさんどうもお疲れ様です酔いが覚めたらまた億万徐ら合宿再開してくださいいってらっしゃい